こんにちは、アムルです。前日から宿泊しているフラのラテール、午前7時から朝一番で朝食をとり出かけます。この時期一番混むラベンダーで有名なファーム富田に向かいます。時間は7時30分を少し回った頃ですが、まだ車の渋滞はありません。ホテルからファーム富田までは車で5分ほど。まだ入園時間前なので町営駐車場に車を止めました。駐車場はファーム富田に6カ所、町営駐車場が1カ所。今回はこの町営駐車場に止めました。すでに結構車が止まっています。駐車場から道路を1本挟んですぐのところに入り口があります。2024年のホームページには営業時間外は入園できませんとあるので、恐る恐る行ってみました。なんとファーム富田の駐車場もすでに混雑。営業時間前ですが普通に入場できました。マナーの悪い人がいるため、パトロールのできない営業時間外は入場不可とホームページに書くようになったのでは。また2023年8月からはペット同伴の入場ができなくなりました。昨年と同様、先ワイの畑から見ていきます。綺麗にラベンダーが咲いています。手前側の野牛早咲きというラベンダーはちょっと時期を過ぎているみたい。少し歩くと休憩スペース先ワイの家があります。園内は入園無料で、広大な敷地に13カ所の畑と15カ所のショップやギャラリー。岡紫という品種のラベンダー、遅咲きの品種でこの時が見頃でした。陽蹄という品種もあり、この畑には3種類のラベンダーが植えられているようです。先ワイの畑の奥の方には花も植えられています。先ワイの畑の向かい側には秋の彩りの畑と春の彩りの畑、色とりどりの花が咲きます。この辺りです。先ワイの小道に今年もネットをかぶったトラクターありました。トラディショナルラベンダー畑の方に行ってみます。途中にあるポプリの家、ファーム富田のオリジナル商品を揃えたショップとカフェ、南側には先ワイの畑と雄大な十勝岳連峰を眺められるテラスがあります。その向こうに上流の家、ラベンダーからエッセンシャルオイルを抽出するための蒸留工場、トラディショナルラベンダー畑が見えてきました。畑の向かい側の香水の家は香水を中心に扱うショップ、隣にはフロシェの家というショップがあります。道路を挟んだ向こうに観賞用ラベンダーの先駆けとなった畑、トラディショナルラベンダー畑、横にあるかなり急な坂を登っていきます。足がプルプルします。上まで登ると富良野盆地の田園風景と十勝岳連峰が一望できます。森のラベンダー畑の横を通っていきます。この道です。階段を登っていくと白樺の森がありました。
白樺の森の横を抜けると、山の彩りの畑。ポピーがとってもきれいに咲いています。その向かい側を見ると菜の花畑がありました。トラディショナルラベンダー畑からこのように歩いてきました。近くには麦畑も広がっています。森の彩りの畑に向かいます。この辺りです。森に囲まれた山の斜面を鮮やかな色の花々が彩る畑です。畑の頂上からは十勝岳連峰も見渡せます。園内で唯一ドライフラワー用にラベンダーの刈り取りをする畑、作業をしている人がいます。列車が通っていく姿も見えました。彩りの畑の方へと向かいます。正面の建物は森の家。展望デッキがあり、オリジナル商品やラベンダーソフトクリームを販売しています。こちらがファーム富田を代表する彩りの畑。ラベンダー、かすみ草、ポピー、小町草、カリフォルニアポピーなど七色の花々が丘を彩ります。本当に綺麗ですね。車道のところまで降りてきて、こちらはポピーの家。ここでもラベンダーソフトが食べれます。食べたかったな。道路を渡ってグリーンハウスに向かいます。昨年は入れなかったので今年は行ってみます。こちらも自由に入ることができるようです。温室になっていて、夏以外の季節もラベンダーが楽しめるようです。窓からは花人の畑を見渡すことができます。この建物は花の家、展望デッキがあり、花人の畑を一望できます。展望デッキに登ると、春から秋まで色とりどりの花が咲き続ける花人の畑が綺麗です。こちらには2軒のお店が連なっています。花の家はメロン専門店。カットメロンや焼きたてメロンパンが美味しそう。オリジナル商品の取り扱いもあり、天井にはラベンダーのドライフラワー。隣の建物はラポートの家。お菓子や地元の特産品などを販売。ラベンダー生シュークリームやゆでとうきびもあります。ラベンダーソフトやドリンクも扱っています。町営駐車場に戻ってきました。駐車場の向かい側には富田メロンハウス。以前はメロンの気球を飛ばしていましたね。
ホテルに戻り少し休みました。ちなみにホテルの横からこの3連休中は9時30分から無料のシャトルバスが出ていました。渋滞を回避して5分で着くようなので来年以降利用するのも良いかも。11時前にホテルをチェックアウト。次の目的地は北西山ラベンダー園。ホテルからは車で約5分、ファーム富田の隣の方にあります。ファーム富田へ行く車の渋滞に巻き込まれてしまいました。左側の車線に出て一度北西山を通り越したところから曲がると渋滞を回避できました。北西山に到着、駐車場に車を止めます。スキー場のゲレンデを利用して夏は色とりどりの花々に包まれる憩いの丘になります。ここからリフトを使って頂上に登ることができます。2024年7月20日には中富良野ラベンダー祭り&花火大会が開催されました。斜面の右側から歩いて登ることもできます。売店やキッチンカーもありました。ラベンダーやメロンのソフトは鉄板ですね。パンやマフィンもあります。キッチンカーは焼き鳥屋さんでした。北西山に隣接して中富良野のフラワーパークがあります。噴水があって子供たちが楽しそうに水浴びしていました。噴水の隣の建物の2階には北のカレー工房キララ。中富良野や道産野菜を使ったカレーが美味しいらしい。リフトには乗らず車で北西山の頂上を目指しました。頂上に行く前に立ち寄った西下の里、令和2年に閉園したとのことです。ホームページでは2024年4月から佐々木ファームから木村ファームに変更となっており、営業しているかと思ったのですが、ラベンダー園の名残が残っていました。この丘から眺める景色はさぞかし美しかったのでしょう。2009年公開の中村雅俊主演映画60歳のラブレターのロケ地にもなったとのことです。かつてはかなり繁栄していたらしく、多くの建物が残されていました。西下の里を後にして北西山の頂上を目指します。森林公園の駐車場に車を止めます。結構広くて空いています。駐車場から歩いていきます。本当にこっちでいいのか不安でしたが、北西山展望台ありました。駐車場からは歩いて1から2分くらいです。リフト降り場も見えています。ラベンダー畑、中富良野の街並み、田園風景が見えます。十勝岳連峰は霞んでいてちょっと残念。双眼鏡も用意されています。ちょっと下へ降りるとラベンダーがとっても綺麗です。牧草ロールでできたフォトスポットがあるのでちょっと登ってみます。高いところから見ると街並みがより綺麗。駐車場に戻り最後の目的地六花山荘を目指します。駐車場の通りをまっすぐ進んで突き当たりを左にカーブすると道がありました。森林公園駐車場から車で2分ほどですが、かなり細い道で分かりづらいです。六花山荘の駐車場がありました。
事前にこのような地図をもらいましたが、それでも迷いました。ここで昼食を食べます。ラベンダーとは何の関係もありません。完全予約制で用語予約と書いてあります。吊り橋を渡ってレストランへ。六花山荘は荘厳なカラマツの木々に抱かれ、ランチタイムを過ごせる大人の隠れ家レストラン。隠れ家すぎて探すの大変でした。あのお菓子で有名な六花亭が経営しています。早く着きすぎて玄関で待たせていただきました。待っている間お茶をいただきました。2010年開業、広い会場にテーブルが6つ。椅子のあるベランダでくつろぐことができます。クッションは見慣れたあの柄。メニューはなく、洋食か和食かは当日決まります。料金は1人税込み3000円。この日は和食でした。ご飯、汁物、茄子土佐漬けが出てきました。次に野菜なます。そしてきゅうり甘辛し漬け、シューマイ、野菜コロッケにザンギ、結構たくさん出てきます。コロッケの中は本当に野菜がぎっしり詰まっていました。野菜には百鬼のドレッシングをかけて。パセリカレーはご飯にのせていただきます。ちなみにご飯はおかわりもできます。ドリンクはコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、オレンジジュースから選べます。さすが六花亭、デザートは3種類出ます。最初はマルセイアイスサンド。数ある六花亭店舗の中で3店舗でしか買えない貴重なものです。みかんソースの杏仁豆腐、さっぱりしています。最後にティラミス、濃厚です。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。2週にわたって富良野周辺のラベンダースポット紹介しました。いかがでしたか？ファーム富田以外にも多くの見どころがありました。しかもすべて入場料無料。来年の参考にしていただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントもお待ちしております。